ですね。それではこれより第32回原子力規制委員会を始めます。最初の議題は機関に向けた安全安心に関する基本的考え方についてです。住民の機関に向けた検討については去る8月28日に設置した検討チームにて議論を重ね、今月11日に基本的考え方案をまとめていただきました。本日は本案について報告していただき検討を行いたいと思います。説明は森本次長からお願いします。規制庁の次長の森本でございます。それでは資料の 1-1 に従いましてご説明を申し上げたいと思います。まず最初に少しリマインドも兼ねまして経緯についてご説明申し上げます。本年3月の復興推進会議減災本部 の合同会合が開催されまして、そこで避難指示の解除に向け占領水準に応じて講じるきめ細かな防護措置の具体化ということについて減災本部で検討する方針が決定され、その際原子力規制委員会が科学的有的な観点から取り組むということが求められたものでございます。でこれを受けて8月の28日に規制委員会で機関に向けた安全安心対策に関する検討チームというのを設置していただき、この検討チームは外部有志者5人のご協力を得て関係省庁の施策のヒアリングから民間団体、自治体、大学関係者等のヒアリングなども行っていただいて、お手元のような機関に向けた安全安心対策に関する基本的考え方、占領水準に応じた防護措置の具体化のためにという案について基本的考え案をまとめていただいたというものでございます。先週以降も少し検討チームの先生方と調整いたしまして文案は変わってございます。で以上以下資料に沿ってご説明を申し上げます。資料のまず構成でございますけれども、1番としまして検討の背景、そして2番としまして3ページ目ですが住民の機会に向けた安全安心対策の基本的な考え方、3番としまして住民の機会に向けた取り組みという3部構成になっております。また11ページ以下にですね、別紙としまして住民の機関の選択を支援する個々の対策とその実施の際に考慮すべき課題というのが別紙としてついてございます。それでは順番に1ページ目からご説明を申し上げたいと思います。まず検討の背景でございます。第一パラにつきましては福島第一原子力発電所の事故以降の避難の経緯について書いてございます。で2パラ3パラにおいて避難されている住民の方々の状況について記載されてございます。ここについては読まさせていただきます。避難している住民には2年8ヶ月を超える長期避難生活に伴い、これまでに日常生活や将来に向けての生活再建、生活設計ができていないことに起因する心理ストレスやこれに付随した健康問題が発生している。また家族間の断絶や無人となったふるさとの荒廃、コミュニティの崩壊などの問題も発生している。さらにこれらは放射線による被曝に対する健康不安や放射性物質で汚染された環境での生活再建にかかる数々の不安とも密接に関連しており問題を複雑にしている。このようなことから現在避難している住民には早期の帰還を希望する方々のほか、避難先など元の居住地以外での生活の再建を希望する方々や今も決めかねている方々など様々であると。でこういった状況を踏まえまして第1ページの最後のパラでございますけれども、国の責任としてどう取り組むかについての提言をされてございます。国は機関の選択をするか否かにかかわらず個人の選択を尊重しなければならない。避難している住民の数々の不安に応えるに際し、国は必要な措置について総合的に検討し実行することが必要であるというふうにしてございます。でこれを受けまして2ページ目の第2パラでございますけれども、もともとこの今回の検討の焦点が機関に向けた安全安心対策ではあるけれども、減災本部の一員としての原子力規制委員会の役割として問題定義の必要性を問題定義について記載されてございます。2パラ目の講談でございますが、
原子力災害対策本部の一員として以下の事項について国としての取り組みの必要性を提起するということで、以下6点、避難指示区域等の市町村および住民の主体性を重んじた復興支援等6項目についての問題提起をしていただいてございます。でその上で、このページの下から2番目のパラでございますけれども、本検討の焦点としまして、25年3月に、この規制委員会で東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連する健康管理の在り方についてという提言をしていただいておりますけれども、それに加えて、この検討チームを設置して占領数字に応じたきめ細な防護措置としての基本的な考え方というのを取りまとめるという形にしてございます。なお最後のパラでございますけれども、この提言最終的にまとめられた後のことでございますが、今後この基本的考え方や被災地域の当事者等からの意見を踏まえて関係省庁において対策の具体化を図ることとなるが、原子力規制委員会は専門家等のご協力を得てその状況等を確認していくという形にしてございます。以下2ページ目以降で、まさに帰還に向けた安全安心対策の基本的考え方について記載してございます。まず括弧1でございますが、まず占領水準に関連した考え方を整理していただいております。この3ページ目は国際的なレベルでの知見、それから占領水準に関する考え方というのを整理していただいております。まず最初のポチでございますが、100ミリシーベルト以下の被爆線領域では関東の影響は他の要因による発がんの影響等によって隠れてしまうほど小さく、疫学的に健康リスクの明らかな増加を証明することは難しいと国際的に認識されているということを記載されてございます。なお放射線防護に実施するにあたっては子どもや妊婦に特に留意すべきとしているということも併記してございます。2番目のポチは、公衆の被爆線量限度年間1ミリシーベルトにつきましては、放射線による被爆における安全と危険の境界を表したものではないということについて記載されてございます。3番目のポチは、汚染地域内に居住する人々の防護の最適化を計画するための参考レベルというものについては、長期的な目標として年間1から20ミリシーベルトの線領域の下方部分から選択すべきであるとしているということを記載されてございます。でその際、参考レベルは地域の汚染状況に加えて住民の生活、社会生活、経済生活および環境生活の持続性などなどの点を検討し、関係するステークホルダーの見解に基づいて設定すべきである。また参考レベルは防護施策を推進する枠組みとして使用するだけでなく、実施された防護方策の有効性を判定するための基準として利用されるとしていると。以上が国際的な知見および占領水準に関する考え方の整理でございます。でそれを受けまして、じゃあ我が国ではどうかという点でございますが、4ページ目の最初のパラにございます。我が国では国際放射線防護委員会の勧告等を踏まえ、占領率から、空間占領率から推定される年間積算線量20ミリシーベルト以下の地域になることが確実であることを避難指示解除の要件の一つとして定めている。これも事実関係でございます。なお下から2つ目のパラで、減災本部決定のその避難指示解除の要件について、参考として付してございます。でそれを受けまして、この規制委員会としての取りまとめでございますが、ただし以下に考え方を記載されてございます。これについても読まさせていただきます。避難指示区域への住民の帰還にあたっては、当該地域の空間占領率から推定される年間積算線量が20ミリシーベルトを下回ることは必須の条件に過ぎず、同時に国際放射線防護委員会における安全、現存被曝状況の放射線防護の考え方を踏まえ、以下について国が責任を持って取り組むことは必要である。長期目標として帰還後に個人が受ける追加被曝線量が年間1ミリシーベルト以下になるよう目指すこと、避難指示の解除後住民の被曝線量に線量を低減し、住民の健康を確保し、放射線に対する不安に可能な限り応える対策をきめ細かに示すことという書いてございます。で括弧には上のことを踏まえまして、個人が受ける被曝線量に
着目することが必要であることと、その際、空間占領率から推定される被爆占領率ではなく、個人占領、すなわち個人占領計等を用いて測定された個人の被爆占領を用いて、個人に着目した対策を講じることの必要性について提示がされてございます。一番最後のパラにつきましては、過去のこれまでの経緯としまして、事故発生初期において個人占領の測定結果が困難であったため、空間占領率から推定される被爆占領の結果を用いて、避難指示区域の設定や種子の防護策が取られてきたという事実関係が書いてございます。次のページの5ページですけれども、上の2つのパラは、その空間占領率から推定される被爆占領が用いられた要因、それと、個人占領と空間占領率から推定される被爆占領の違いについて書いてございます。2つ目のパラにつきましては、これまでの各市町村で測定された個人占領の結果によれば、空間占領率から推定される被爆占領に比べて低い傾向ではあるものの、個々の住民の生活や行動によってばらつきがあることが確認されているというふうにしてございます。それを受けまして、対策について規制委員会としてのお考え方を示の 案を示させていただいています。機関の選択をされる個々の住民の被爆占領を低減し、放射線に対する不安を解消していく、そのためには住民が自分の個人占領を把握し、自らの行動と被爆占領の関係を理解するとともに、個人占領の結果に基づく被爆低減対策や健康管理等を行うなど、個人に着目した対策を講じることが必要ということから、下から2番目のパラですが、放射線による被爆の健康影響を判断するためには、個々の住民の被爆占領をできるだけ正確に把握することも重要、加えて住民の長期的な健康管理の面においても、個々人の被爆占領を個人占領系統によって継続的に測定し、その記録を残すことは重要であるということで、最終的にまとめでございますが、帰還後の住民の被爆占領の評価は、空間占領率から推定される被爆占領ではなく、個人占領を用いることを基本とすべきであるというふうにしてございます。次のページでございますが、以上のことを踏まえまして、住民の帰還に向けた取り組み、国が何をすべきかということについて、書いてございます。まず、最初のパラでございますが、当然のことでございますが、国は住民の被爆占領を低減し、健康を確保し、放射線に対する不安に可能な限り応える対策をきめ細かに示すことが必要である。で、国は必要な対策を準備し、着実に実施していくことが求められると、いうことが書いてございます。国際的な動向、国際的な理解のもとからが第2番目のパラでございまして、国際、避難指示解除後の地域の状況は、現存被爆状況に準じた扱いをすることは妥当であると。そのために、具体的にはそのパラの一番最後の3行でございますが、国が帰還という選択肢、これを示すにあたっては、生活設計及び放射線防護の面からの帰還の条件の整備と、それから住民の自発的な活動に対する支援ということが必要だという国の役割を書いてございます。それをさらに、まずこの住民、その次のパラでございますが、住民自身による放射線に対する不安の解消に向けた自発的な活動を支援し、住民のニーズに応じて対策を講じていくためには、国は関係する自治体、専門家、住民と共同して取り組むことが重要で、特に国には各地域の実情に応じて種子の対策を有機的に結びつける取り組みが求められるというふうにしてございます。以上のことから、具体的な取り組みとして、仕組みとしまして、次ページ以降の括弧1、括弧2が必要だというふうにしてございます。括弧1は住民の帰還の判断に資するロードマップの策定、そして括弧2は帰還の選択をする、次の8ページのところからですが、帰還の選択する住民を総合的に支援する仕組みの構築と、この2点が必要であるということをしてございます。まずロードマップでございますけれども、国が重層的な対策を用意するわけですけれども、それを地域ごとにロードマップを用意する必要がある。で、ロードマップとはどういうものであるかでございますけれども、どの時期にどのような対策がどのような仕組みで利用できるのかという見通しを示したものであることが必要というふうにしてございます。
じゃあ具体的なその重層的な対策でございますが、以下の1から4の対策を段階に応じて示すということが必要だというふうにしてございます。1から4、まず1は住民の個人線量の把握管理、2は住民の被爆線量の低減に資する対策、3は放射線に対する健康不安等に向き合った対策、4は放射線に対する健康不安に向き合って分かりやすく答えるリスクコミュニケーション対策という形になってございます。まず個人の線量の把握管理でございますけれども、もとより個人線量計を用いて測るわけですけれども、それだけではなく測定結果を分かりやすく説明し、住民が理解相談できる仕組みが必要だということを書いてございます。2番目の被爆低減に資する対被爆線量の低減に資する対策ですけれども、住民の方々の行動パターンに対応すべく線量マップの策定、あるいは個々の市町村の状況に応じた復興の動きと連携した除染、個人線量の測定結果等をもとに汚染源の把握、その汚染源の除去清掃、あるいは汚染の除去清掃が困難な場合の遮蔽改修等、さまざまな対策が必要だということが記載されてございます。健康不安等に向き合った対策としましては、きめ細かな保健活動、健康相談、健診の受診率向上のための環境整備や等が必要であることが記載されてございます。またリスクコミュニケーションにつきましても、情報の提供のみならず、住民との信頼関係を築き、住民の問題意識に丁寧に応えられる専門家等の活動の支援等が必要であるということを記載されてございます。なお1から4の施策に関しましては、別紙をご覧いただきたいんですけれども、別紙で各省庁のヒアリングを検討チームでしていただき、そこで示された対策が記載されてございます。またその際にきめ細かな、あるいは住民に寄り添ったという観点から、実施の際に考慮すべき課題というものが提起されておりますので、それも併せて記載されてございます。これがロードマップでございます。で、8ページの直書きでございますが、特に最初のボタンになります個人線量のボタンというか、スイッチになります個人線量の把握管理につきましては、住民の方々が帰還するか否かの判断に資するように、住民の方々が帰還する前から帰還後に想定される住民の個人線量の水準について把握しておくことが重要だというふうにしてございます。そこで国の役割として以下に掲げているようなポチ2つですけれども、こういった取り組みをすべしということを記載させていただいてございます。8ページの括弧に、帰還の選択をする住民を総合的に支援する仕組みでございますけれども、これは上記のような取り組みをメカニズムとして構築する必要があるということを記載してございます。第1点目は1の帰還の選択をする住民を身近で支える相談員の配置でございます。で、第2点が相談員の活動を支援する拠点の整備でございます。これは2つながら、いわば車の両輪のようなもので、お互いに支え合って進めるものだというふうに考えてございますが、それぞれについて自治体あるいは国の役割を記載してございます。最初に相談員についてご説明しますが、相談員につきましては、帰還の選択をされる住民、これがその相談員が住民の身近にいるということが不可欠だと。なんとなれば、帰還後に自ら個人線量を把握理解し、その結果に基づく被爆低減対策を取って放射線と向き合いながら生活していくというためには、地域ごとに住民の身近なところに相談員が必要だということを提起していただいています。で、相談員のイメージでございますけれども、もとより地域に応じて多様な形があり得るということでございますが、各市町村が地域の実情に応じて選出されるということが基本、そして住民に寄り添って支援する人たちのチーム、班、グループであるということが基本であるというふうに書いてございます。
で、例示としまして、これまでのヒアリングなどでお聞きしたことも踏まえまして記載していただいてますが、自治会の代表者、自治体の職員、各市町村で活動されるお医者さん、保健師、看護婦さん、保育士等、ここでは保健医療福祉関係者等と書いてございますが、こういった方々などが考えられると、幅広いものがあると思いますが、などが考えられるというふうにしてございます。で、相談員の役割は大きく3つあるというふうに整理してされてございます。第1点目は8ページの一番下でございますが、元より放射線に対する不安に対する対策を、不安にかかる対策を有機的に結びつけてい、くということでございます。具体的には住民が個人線量を把握され、被爆線量の低減を図り、健康を確保するといったその住民の自発的な活動、これを支援するために、助言あるいは健康相談等にワンストップで、答えられる機能を有することが第一でございます。第2点目としまして、相談員の方は、放射性物質で汚染される環境における住民の日常生活や、将来に向けての生活再建、生活設計の支援、避難の継続に伴う不安の解消といった幅広い役割を担うことも期待されるというふうにしてございます。ふるさとの復興、再生やコミュニティの復活などにも資するということが期待されるという点でございます。で、さらに3番目でございますが、帰還の選択をされない住民の方々もいらっしゃいます。あるいは悩んでおられる方もいらっしゃる。そういう方々についても地域とのつながりを通じて相談員に相談する機会を提供する、得るということで、お者に対する不安や生活再建に伴う不安の解消に資することも期待される。この大きく3つの点を期待して相談員というものが必要でないかということを提起していただいてございます。また一番最その9ページの4つ目のパラでございますが、そのため国は各市町村が地域の実情に応じて選出した相談員の活動を継続的に支援する必要があると、することが必要であるというふうに国の役割を明記してございます。2番目の相談員の活動を支援する拠点の整備でございますが、相談員が上のような仕事をしていただく上で、特に放射線の観点からすれば科学的技術的な面からの支援、これが必要でございます。これについては国の役割だということを位置づけてございまして、国が組織的かつ継続的な支援が不可欠だというふうにしてございます。その中には相談員だけでは解決が困難な住民の幅広いニーズ、あるいは各市町村が垣根を越えて協力が必要な課題など、さまざまなものがあると思いますけれども、そういうものに対処できる支援体制が必要だということでございます。そのために関係省庁が連携して自治体における相談員の活動、あるいは各市町村の取り組みをワンストップで支援する拠点というものが必要だということを明記してございます。で、相談員の役割としては、例えば下にありますようなもの、例えば専門家ネットワークの構築、あるいは放射線に対する知識の習熟のため、相談員の習熟のための研修、あるいは個人線量データの継続的な把握、あるいはそれ以外の住民の幅広いニーズに対応した相談体制とか、住民のニーズを応じた自主的にという活動の支援といったものもあろうかと思います。そういったことが必要だということが書いてございます。以上が全体の骨子でございますが、参考までに失礼いたしました別紙についてもコメントさせていただきます。先ほど申し上げましたように、ロードマップに計上されるものとして各省で現在取り組んでいる施策というのを、記載するとともに、それに対する住民に寄り添った観点から取り組むべき課題というのが記載されてございます。例えば住民の個人線量の把握管理につきまして、関係省庁において相談体制の整備やデータシステムの構築などが検討されてございますが、進められあるいは検討されておりますが、それに対して丸2の実施の際に考慮すべき課題として、丁寧に説明する仕組みを設けることや、例えば下から2番目ですが、個人線量の測定結果をもとに追加被爆線量を評価するにあたっては、地方自治体も含め共通的な測定評価手法を示すことといった点も指摘されてございます。また住民の被爆線量の低減に資する対策につきましては、きめ細かなモニタリング等、あるいは除染等ございますけれども、
丸2のところでございますが、住民の行動パターンに応じた環境モニタリング、例えば、通学路や児童関係施設周辺のモニタリング等に配慮することや、あるいは一番下のポツでございますが、汚染の除去清掃等、失礼しました、生活空間の汚染状況を把握し、効果的な局中的汚染の除去清掃等を行うこと、またそれにあたって住民の意向を反映した上で行うことといったことが記載でございます。また内部被曝の対策としまして、名書きでございますが、個人の内部被曝の低減対策として、出荷されている食品の放射性濃度の継続的な測定、これは行われているわけでございますけれども、それに加えて、自家消費、自家栽培作物等の濃度測定もを簡易に行うことが可能な仕組みも必要だということが記載されてございます。括弧3以降、健康不安に向き合った対策につきましては、保健師の活動や県民健康管理調査の継続的な実施が必要であるを進めると書いてございますけれども、別紙の丸2のところでございますが、各市町村あるいは地域に根を張った保健医療福祉関係者の活動を充実させるようなことが大事であるというのが記載されてございます。また名書きで、放射線に対する健康不安等に向き合うため、健康管理の結果の確認のみならず、低線量被曝による健康影響にかかる調査研究を進め、科学的知見を集積していくことも必要ということが記載されてございます。またリスクコミュニケーション、関係省庁で進めておりますけれども、丸2にありますように、地域に密着した取り組みが必要であるということ、また個々人に即して丁寧に説明することが必要であるということが留意点、考慮すべき課題として記載されてございます。以上、説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。私もこの委員会については進行状況 YouTube でずっと拝見させていただきました。で、最初に森本さんの方から説明がありましたように、現代本部からの要請をの少し枠を超えて、とにかく今避難を余儀なくされている方の、いろんなお考えが非常に様々であるということ、それからそういった非常に多様性のあるいろんな住民の意識、考え方に総合的に対処しなければ復帰に、最終的には復帰とか、そういういろんな、そのいろんな住民の、それぞれの住民が今後の生活をきちっと将来設計が立てられるようにするということが一番の基本だということを、で、そういうことも私の方からもお願いして、いろいろ幅広く議論していただいたことに、まず私の方からお礼を申し上げたいと思います。それではすみません、説明のありました内容等についてご質問ご意見ありましたら、それぞれお願いします。まず中村委員内。今森本市長の方と、それから委員長の方からいただいたものに付け加えさせていただいて、先ほど委員長がおっしゃられましたように、この検討チームは当初は放射線に対しての不安にどういうふうに向かい合ったらいいかというご意見を伺うことだったんですけれども、委員長おっしゃられましたように、検討チームで、帰還をするにあたっては、あるいは帰還を選択するにあたっては、こういうこと、放射線だけではなくいろんな形の不安があるので、それをまず論じるべきだということでしたので、これを今資料1-1-1の後ろ側に2ページ目にあります中段のところで問題提起として書かさせていただきました。で、最終的には帰還する、あるいは帰還しない、あるいは帰還を考えているという選択にあたっては、少なくとも個人個人、その人の意見を尊重すること、それから放射線の不安に対処するには、一応は線量というものをメルクマールにすること、それからその線量というのも個人で測った、自分がどれだけ被爆しているかということを如実に分かるような形で、個人線量というようなものを大事に重要視するということで、皆さんのご意見は一致しております。で、
こうした取り組みについて、こういう取り組みを先行して行ってらっしゃった自治体とかグループとか団体からご意見をいただきました。で、急にヒアリングをさせていろいろご意見を伺いましたにもかかわらず、非常に多くの時間と非常に多くの資料を用意してくださいました。総数にすると200ページ以上になります。検討チームの会合でもご紹介はさせていただきましたけれども、この場も借りて厚く御礼を申し上げたいと思います。本当にお時間とそれから非常に経験に基づいた貴重なご意見をいただくことができました。この資料の1の1を作るにあたっては本当にその方々のご意見がうまく反映されているというふうに私自身は考えております。で、対策そのものについて、あるいは取り組みにつきましては、各関係省庁が最初の1回2回ぐらいに取り組みを説明してくださいましたが、検討チームの先生方は必ずしもこれが住民の方々のニーズに沿ったものではないのではないかということをご指摘されましたので、先ほど言いました先行して取り組んでいらっしゃる方々のご意見とか得られた知見等を当てはめ、そのニーズに合わせたような形で、3つ以降の、つまり6ページ以降の住民の帰還に向けた取り組みというものを書かせていただきました。で、重要なことは帰還を考えていらっしゃる方々それぞれ個人個人一人一人の目線に立って個々に相談ができる、あるいは相談相手がすぐ身近にいる、手の届くところにいるという相談できる体制、相談できる人、相談できるチームが作っていくことが最も重要だということで結論をまとめております。で、これ以下はちょっと私自身の感想ですけれども、これをまとめるにあたって検討チームは事務局としては検討チームの先生方いろんな方からご意見をいただきながら、ここに資料 1-2 という形で参考資料というふうに書かせていただいていますけれども、こういうものを持って一生懸命勉強し、私も含めて勉強していきました。で、まだまだ十分なものではないと思っています。いかに放射線とかその言葉について説明していくことが難しいことは実感しております。事務局とともにですね。ですから今後も規制庁としてもきちっと分かりやすく丁寧な説明ができるように心がけていきたいと思っております。で、ここの資料 1-1 ページの中段にありますように、もう避難している住民の方々は2年8ヶ月を超えるというふうに、これがどんどん過ぎていきますと、この文章自体も2年8ヶ月ではなく3年になろうという形になっています。とにかく前に一歩進むためには、やはりこういった資料とかこういう基本的な考え方を皆さんにお提示した方がいいというふうに考えて、今回規制委員会で図っていただこうというふうに考えた次第です。はい、ありがとうございました。で、他にご意見。はい、福田委員どうぞ。この基本的考え方については検討段階でいくつか前の段階のドラフトから読んでいますので、内容については十分に把握をして、その背骨となっている部分のところに、異論があるわけではないのですけれども、ちょっと申し上げたいのは資料 1-1 本紙にあたる部分の2ページ目、実はこれ2ポツ3ポツの章のところには異論があるわけではないんですが、実はこの1ポツの検討の背景のところにはいくつかちょっと違和感といいますか、申し上げたいことがありまして、主に2つのことを申し上げますけれども、2ページ目の下から2つ目の段落、また以下です。また放射線に対する不安の解消に向け原子力規制委員会はから始まって、その結果を機関に向けた安全安心対策に関する基本的な考え方として取りまとめたとあるんですが、検討チームを設置し、これこれを取りまとめたということは、これは検討チームの報告書ですよね。で、というふうに読める。だけどこれは再対本部に対して原子力規制委員会が基本的考え方として示すものであって、
検討チームを設置してそこにご検討いただいておまとめいただきましたという類のものではないはずであって、これはここの記載ぶりというのはこれが規制委員会の中できちんと検討して規制委員会が規制委員会として提言するものであるならば、このような表現、これは私これが書かれている以上は検討チームの報告書としか読めない。そこに非常に不可思議な文書が入っているというふうに思っています。それからもう一つはですね、これ内容というか表現なのかもしれないですけど、非常に気になるのはこの特に1ポツでもそうですし3ポツにも見られるんですが、不安という言葉がやたらと出てくるんですけども、大事なことは個人線量の把握して管理をして、でその上で被爆線量の低減に向けた対策がきちんと取られて、でその上での健康不安に対する向き合った対策なんであって、非常にざっくりした言い方をしたらこれ不安解消に向けた対策であってはならないんだと私は思ってるんです。不安解消だけが目的であるかのような書かれ方をすると、違和感というか反発があってですね、大げさな言い方をすれば安心の前には必ず安全がなくてはならない、で安全を帰還される方やまたその地域における安全がどのように確保されて、でそれがきちんと取られているという確信を持っていただくことが、安心につながるはずなんだけど、あたかもここの書きぶりはですね、不安を解消していただくために不安を解消していただくためにと書かれている。でもそうではなくて、その前にきちんとした安全に対する対策があるからこのような不安についてきちんと説明ができるという状況が生まれるんだと思うんです。どうもここはですね、不安解消に向けた対策という書きぶりが先に立ってしまっていて、そうではない、安心の前には必ず安全がなきゃいけないんだというところが、きちんと書き尽くされていないように思います。で特にそれがこの1ポツのところにも見られるし、3ポツの中にもいくつかそういった箇所が見られます。でそういった意味で具体的な内容に関して、改めていただきたいというものではなくて、ここにおける空間占領率に代わって個人占領率に基づく、対応を取るであるとか、非常に重要なことがいくつも書かれているとは思いますけれども、申し上げましたように2点、1つは検討チームの報告書ではないでしょうということ、もう1つは、不安解消の前にはとにかく安全があるんだということをきちんと書いていただきたいというのがコメントです。以上です。まず一通りいろいろご意見ご質問いただいてからにしましょうか。大島さんどうぞ。今回のこの検討チームの結果というのは、個人ベースに基づいたその占領把握、それから住民の理解とかしっかり相談して、理解を得ていくといった、こういった基本的な柱を中心に、あとは活動拠点の整備とか、インフラ対策ですね、それからコミュニケーション対策といった、どちらかというとソフトに関する部分への対策、それから最後に、ストレスとか健康問題、どうしてもこういう問題残りますので、総合的な健康管理と、いったようなこと、全体をよく検討されて、私は一つの対策案としては適切なもので、全体としては結構なものだろうと受け止めております。こういった一連の措置が実行に移されるということで、帰還の条件を満たす場所では帰還が進んでいくということを期待したいと思います。でその上で、ただICRP の勧告の線など国際的な知見を踏まえることが基本になっており、そういう意味では一種の科学的なあるいは技術的な見地からの検討がなされたということ、これはこれで合理的だろうとは思います。ただ住民の立場に立って考えてみると、果たして失礼、こうした対策を最低限機械的に行ったとしてですね、それがどれだけ住民の健康管理に対する不安解消につながるかどうかというと、やはり疑問が残るんだろうと思うんですね。それから低線量被爆とか
内部被曝に対する不安も根強いものがあるというのは、やっぱり放射線の問題というのは科学的にアプローチをしてもどうしても灰色の部分が残るということで、これが非常に問題の扱いをデリケートにっていうんですか、難しくしてるんだろうと思います。そこで別紙の3でそういった面に配慮して放射線に対する健康不安等に向き合った対策をやるということがいくつか列挙されて、これはこれで必要だろうと思いますし、それから現在までに国の支援のもとに県民の健康管理調査なんかも福島県で行われて、ある程度行われてきておるわけですが、おそらく問題認識はそれだけでは現状のまでは足りないんで、さらにいろいろなことをやっていかなきゃいかんということだろうと思うんですね。そういうことで、先般立ち上がって検討が始まったと承知しておりますが、環境省のもとに専門家会議というものが設置されて、問題を掘り下げてさらにその対策を作っていくということで、そこでは線量把握をしっかりやると、で評価すると、それから健康管理とか医療ですね、医療に関する施策のあり方等を検討していくということで、作業が始められたということで、こういうことで政府としても十分問題を認識した上で検討に取り掛かっているということで、この場にもですね大いに期待をしたいと思います。でおそらくその放射線のその影響によるその健康管理の問題、あるいは医療の問題というのは先例がないわけじゃなくて、広島長崎の例もありますし、それから日本ではあとこれはと規模が小さかったわけですけれども、税制用事故の際 の医療の取り組みもありますし、海外ではもちろんチェルノブイルの先例もあるんですが、こういった先例が福島の場合に果たしてどの程度どういうふうに参考になるのかって私自身もよく分かりませんが、検討チームの中とかヒアリングの過程でもですね、いろいろな意見が出されておって、そういうものが適切なものはですね、国の責任のもとに、最後の下支えのシステムとして、何かがしっかりとその位置づけられて国が乗り出して対策を取るということがおそらく最後のその被災住民の不安の低減とかですね、あるいは放射線低減というものへのそのサポートになるんじゃないかなというふうに思います。そういうことで一つはこの専門家会議の今後の検討を十分に見守ってフォローしていく必要がある。その際に今回の検討チームの意見というものがよく反映されるということが一つです。それからもう一つは規制委員会というのがこういった健康管理とか医療に関わるですね、放射線の医療に関わる問題について果たしてどこまで、マンデートというんですか、その権限を持っているのかというのは私自身も実はよく分かりません。一つはっきりしているのは今回の場合は減災本部から要請があったということでやったわけですが、放射線、医学総合研究所のとその放射線の人体への影響とかですね、それから障害の予防診断及び治療に関する事項というのは法医研と共感しているわけですね。そういう意味で言うとおそらくこの規制委員会としてもかなりいろいろなことを意見を言い進言をしですね、関与していくという部分もそのあるんじゃないかというふうにも思います。その辺はもうちょっと検討する必要があるのかもしれません。いずれにしてもこれは非常に大事な問題で重要な検討チーム の検討結果が出てきましたので、委員会としてはこれをしっかり受けてですね、住民の立場に立って寄り添って最後のきちんとしたボトムラインが確保される、そういう中で健康管理の問題がきちんと対応されていくということを
見守っていくと、意見を言っていくということが必要じゃないかと思います。以上です。はい、じゃあ島崎。まあ、2年8ヶ月避難生活を強いられている多くの方々がいらっしゃるという現状で、日本としては経験したことのない状況、まずその状況の把握といいますか、その一体どういう現況にあるかということを把握するのに要する時間というものは、やはり日本の国全体としてあったんじゃないかと思うんです。ですから、もっと早くできればいいということはあると思うんですけれども、それからその状況に対してどう対応していくかという、実際に現場でいろんな方が試みをなされた、そのことの、いろんな、成果と言っていいのかどうか分かりませんけれども、うまくいかないことも当然たくさんあったでしょうし、そういったことからこの2年余りで随分我々学ぶことができることがあった。でそういったものに、基づいて、現時点でどこまで、具体的に何ができるのかということを考えていただいた、その結果であろうと思っています。で現時点で全てが我々分かっているわけではありませんし、これからもさらにこの問題は続いていくと思いますので、現時点ではこの考え方で進むということで、よくここまでいろいろ調べていただいたと思っておりますけれども、今後ともですね、さらに新たな問題が出てくることも当然ありうると思いますので、そういうことも考えて今後ともさらに現場からいろいろ学んでですね、いいことを取り入れて進んでいただければと思います。やはり住民の方の目線で共有しているような方に相談できるということは非常に重要ですので、これからもそういう相談される方が、実際どういう方になって、どういうふうにそれが進んでいくかっていうことにも大きく依存すると思いますので、そういったところも今後とも見ていっていただいて、適切にその場その場でですね、より良い方向に進むようにしていただければと思います。現時点ではこれが、今のところ最良のやり方ではないかと思っております。それから不安、今池田さんの方から不安の話が出ましたけれども、現時点で不安であるという、そういう現状としてはそういう状況なので、不安という言葉が使われるのはしょうがない、その通りだと思うんですけれども、多分不安の解消という言葉が出てくるときに、その使い方がやや安易に使われていないかというようなご指摘かと思いますので、確かにそういうふうに見えるところもあるかと思いますので、そこは適宜直していただければと思います。以上。はい、ありがとうございました。まず私の理解ですけれども、福田さんがさっき2ページの下の方、これまたって書いたからで、直書きみたいにしとけばいいんだと思うんですよね。違います、経緯ですから。ここはこれも大事なことで、そういったことがベースになっていると思います。それから、不安の前に安全があるべきだったのは、それはその通りかもしれないけども、この問題に関しては、停戦量被爆に関して安全だというようなことを科学的に何か言えるという状況にはないわけで、だからこそ不安があるわけなんで、そういうものを捉え、それにどう応えていくのかっていう視点なので、少しその辺はある程度やむを得ないところあるんではないかと思いますけど、この別紙を見ていただくと、別紙の構成はその点に関しては分かりやすくて腑に落ちるというか、これだけを見ると、要するにまず住民の個人線量の把握管理があって、その上で住民の被爆線量の低減に資する対策というのがあって、でその上で
健康不安等に向き合った対策と書かれているから、これはまず状況の把握と安全に対する対策があって、でその上で健康不安に向き合いましょうという形に書かれているから、これは私にとってはストンと腑に落ちるんです。ところがこの本誌の方では、そこかしこにですね、いきなりその不安の解消に向けてって書かれてしまうと、そのここでこの対策というのは十分にそのまず状況把握であるとか被爆低減に対して対策が内容としては取られようとしているのに、表現の上でゴールがいきなりその不安の解消と書かれてしまうと、それは誤解を与えるのし、また誤った理解を受けるのではないかという意味で申し上げました。ですから内容というよりは、これはやはり特に一没経由書かれるところでに関しては、安心対策の前にはきちんと安全の部分に関してできる限りのこと、もちろん低線量被爆に関しては委員長のおっしゃるように、難しい問題があることは承知をしていますが、その上でも、より被爆量を低減させるためのものに関してきちっと従前の対策を取った上でなお、不安の解消に向けてということで、その順序がきちんと踏まれた記述にしていただきたいというのが、コメントです。内容的には特に問題ないと理解してよろしいですか。結局で先ほど島崎委員会もありましたように、この実際に現地の住民の方々、いろんな、その放射線だけじゃないんですね、不安っていうのは。やっぱりいろんな要求とか不満とか怒りとか、いろんなものが重なっているわけです。だからそういうものを総合的にどう受け止めていくのかっていうことで、私はここのレポートの中でもちろん一番中心大事なのはその相談員っていう制度だと思うんですね。要するにそういうさまざまな要求というか、その意見に対してきちっと答える、そこの地域から、の代表者みたいなもんですから、今相談員のイメージはその方たちがちゃんとそれを受け止め、またその方たちから出てくることを国がきちっと受け止める拠点というか体制、これが一番大事なことだろうと思うんです。今アプリよりにこういうことがあるからどうこうすべきだということよりは、やっぱりその今後のそういった要するに想像つかない、現時点では想像できない個々人のいろんな問題にどう答えていくのかっていう、その仕組みを作ることが大事なんだっていうふうに思ってます。だからここはそういう意味では相談員とそれを支える拠点っていうことが大事です。それから個人占領っていうのは、これは空間占領っていうのはもともとその避難計画とかなんかってことで、今でもなくなったわけではなくて、そのいわゆる避難の制限を今現在3つに分かれてまして、帰還困難と居住制限と避難指示解除準備区域ですが、これについても空間占領からそう推定されるということは残ってるわけですね。でそれで空間占領から推定される区域が20ミリシーベルト以下になったときに、どのレベルで解除するかどうかというところが避難指示解除準備区域ということになってますから、それ自体は残ってるんですが、実際に帰っていったときにやっぱりその個々人の生活状況によって随分その被爆線量が実際違うわけで、それが健康に影響してきますので、そこのところを個人の線量を測るっていうのは、私は絶対必要なことだというふうに思っています。大島さんが言われた医療関係のところはちょっと私どもここでそこまでは踏み込めないので、一応そういった一つの仕組みとしては、福島県医師会の方とも協力して相談員がとの関係でどういうふうにしていくのかとか、住民のいわゆる星先生、星委員が指摘されたようなこともありますので、そういったことについて今後検討できるような、まず実効性というのが非常に重要かなというふうに思っています。
ぐらいあるんですかね。あの繰り返しになりますけれども、あのこの放射線に関係している言葉っていうのは数値もそうですし、言葉もあの非常に時間をかけて、そしてあのそれぞれの人々に沿った形の言葉を選び、あのきちっと説明していくことが非常に重要で、それは検討チームを開催していて、あるいは検討チーム一緒にあの動いてくださった事務局の人たちが如実に感じていると思うんです。ですからここの一枚紙も元に、これは原子力規制委員会で出すものですけれども、おそらくこれを元にしていろんな形で質問が来ると思いますので、そういったことごとに対してもきちっと説明できるように、私たちも含めてあの専門的な知識を共有していけるような形で、これはあのこれを出したから、規制委員会で減災本部に渡したからそれでいいというものではなくって、必ず相談員なら相談員の方々からこんなことで困ってるとか、あるいはそういうものが何か起これば、それに対しても規制委員会あるいは検討チームでもあの一つ一つ答えていくような形で続けさせてはいただきたいと思ってます。ありがとうございました。あのはい、ちょっと質問なんですが、あの確かにあの住民とのいろいろな質問疑問に対して答えていくという相談員の役割非常に重要だと思うんですけれども、現状でですね、こういうことをやりうる相談員の人が、まあ、あの大雑把でもちろんあれですけれども、大体何人ぐらいいると、で期間がどんどんで進んで、このシナリオに沿ってですね、行った場合に、現状ではもちろん大幅な人数足らないと思うんですよね。でどれぐらいの人数規模 の、 その相談員が必要になるのか、で そういう新たに必要となる、まあ、現在の相談員、それから新たに必要となる相談員に対して、まあ、研修とかいろんなこともあの必要性も言われてますが、一体どの程度の作業、研修ニーズとかですね、対応能力が要請されるのかと、その辺について、ちょっと大雑把でいいんですけどもね、どういうイメージでいたらいいのかというのをちょっとお聞かせください。規制庁の次長の森本ですけども、まずヒアリングをいろいろさせていただきました。そこで例えばあの、保健師の方であるとか、あるいはお医者さんの方などがですね、あの地元でいわば非常にその住民に寄り添った形で活動されていると、こういう事例があの非常にたくさんございました。またあの自治体の職員がですね取り組んでおられるという例もございました。で今 の、 あの 大島委員のご指摘についてはですね、あの住民に寄り添ってどういうふうにやっていくかということと非常に関係がしていると思います。あのやはりあの個人占領を図って、その住民の方々それぞれの方々のですね、あの不安に、ちゃんと対応していくということであれば、あの一言で言うとフェイス2フェイスの関係をどうやって構築するかということになろうと思います。でこの辺はですね、やはりその人数との関係があろうかと思います。つまりその、住民これから帰る方、あるいは帰ろうと帰還するかどうか悩んでおられる方ありますが、そういう人方とやはりその、向き合ってですね、個人的に向き合って対応できるということですが、例えば、50人に1人とか100人に1人とっていうふうに想定をしていく必要はあるんだと思っています。その辺はあの、今はそのヒアリングで、そういった事例があって、それが非常に有効であるということも踏まえながらですね、これからあの各省も含めてですね、検討していくということになろうかと思います。で実際の仕事はですね、あの先ほどあのこの中でもご報告しましたように、まあ、放射線に関するご相談もあろうかと思いますが、それに限らずですね、例えば健康に関する不安というのもありましょうし、あの生活再建に関する不安などもありましょうから、そこ の、 あの仕事の内容についてはこれまたあの検討していく必要がありますが、柱となるのは
まずそこの点についてそのまず自治体とよく相談をしてですね、自治体をどうやって支援していくか、そして自治体の方がそれを相談員となるべき人をですね、サポートしていくかと、そういう構造になろうかと思います。今直ちに何人とかですね、あるいはどういう仕事があるかっていうね、クリアに申し上げれませんけども、ポイントはやはり個人個人の人が個人占領をベースに行動されるわけでございますから、それにどうやって向き合えるか、それに意味のある人数、意味のある仕事ということになろうかと思います。表したいと思うんですが、細かい表現はまだ修正が入ると思いますけれども、一点確認させていただきたいんですけれども、減災本部復興本部の方の依頼は科学的技術的な助言という依頼でありましてですね、それを受けてスタートした検討ですけれども、この提言につきましてはややそれを踏まえてやや広めに提言していると、こういう理解をしてよろしいかと思うんですが、いかがでしょうか。それともう一点なんですけれども、先ほど吹田委員からご指摘がございました、検討チームの意見がそのままなっているように受け取れるという部分なんですけれども、これ本来検討チームの提案を受けて、提案チームの、提案を委員会に課して、その後委員会が提言を取るという形が本来のスタイルだろうと思うんですけれども、これ非常に時間が切迫をしているという形で、両者まとめた形で報告されているので、そういう疑問が生まれたんではないかというふうに思います。そこでそのあたりのところをですね、やや表現ぶりを事務方の方で考えたいと思いますので、その点ご了解いただければと思います。今長官の方からそういうあれがありましたけど、それで範囲を超えてっていうのはもちろん科学的技術的にその占領水準に応じた 対策っていうことは、中心には中核にはなってるんですが、それだけ最終的なゴールは要するに帰還に向けたっていう、そこの頭書きがありましたんで、その期間に向けたっていうことをやるためには、やっぱりそこをいくらか ここまで広げないとおそらく難しいだろうという議論をなされてきたと思うんで、これで了承したいと思うんですが、いい確認はよろしいですか。いいですか。じゃあそういうことでお願いします。あと今後の扱いとしては若干説明、減災本部の方にこれを出すという理解でよろしいですか。はい、おっしゃる通りでございます。はい、もちろん各省はこの検討を見ておりますので、それを踏まえての対応というのは既にスタートしていただいているというふうに理解してございます。はい、どうもありがとうございました。少し長く議論しましたけれども、大事なことなのでご了承いただきたいと思います。で、次は次の議題に移ります。次の議題